とことんやりこむのなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン30回、結構長めです。でもまあ、30分以内では全然クリアできるシーズンですね。でも長いよね。やっぱり20回ぐらいがベストかな。んで、あのね、なぜか知らないけど今シーズン矢が出やすい。あのね、初見で行った時に、あ、今回運いいなと思ってたんだけども、これね、初見だけじゃなくって毎回ね、矢が結構出る。もうなんかそういうシーズンですね。もうすでに2回出たんですよ。なんだろうね、なんかちょっと変わったのかもしれません。前矢がね、全く出ない時とかあったんで。はい、で1回クリア、何もいりません。いきましょう。で今回がなんかちょっと特殊で、1回から18回かな、18回までは楽勝です。あ、17回までで、18回から急にね難しくなるんだよね。もう難易度はね、18回からちょっと1段階上がる、そういうイメージのシーズンですね。 OK で、とりあえず2回おしまいです。まあまあ序盤から中盤にかけてはね、全然余裕なのでサクサクいきましょう。報酬でパワーシェイカーを取ってください。今回初回装備であまりいいエンチャントは、ついてません。なので、初期装備縛りっていうのはなかなか厳しいのかもしれないね。結構難しいやろね。 OK、はい、敵も少ない。序盤は余裕です。ここでバーストクロスボウですね、取っていきましょう。そこまで使わないんですけども、あの序盤難易度低いので、でもまあ持ってれば、一応役に立ちます。で、長弾2とボーナスショット1ですね。これで十分です。4回いきましょう。こちらのクリーパーが出てくるので、注意はしてください。しゃ、ダメージもらっちゃうとやっぱそれなりにね、ピンチになってしまうので、よっ、注意ですね。しゃ、いった。やっぱりね、このパワーシェイカーがものすごく役に立ちます。で、ここですけども、箱がありますので忘れずに取るようにしてください。まあ今回矢は結構出るんだけどね、でも一応忘れずに取るようにしてください。お得です。で、ここで種を取っていきましょう。7回ぐらいまでだったらば、雑魚をワンパンで倒せるので、そこそこお得な感じですよ。ちょっとスーパーは多めなので一応注意してください。まあ大丈夫とは思うんですけどね。よし、こういう面倒くさい敵の時にできれば種を使いたかったはい、で、ここも矢があります。分かってるとは思いますけども、取っていきましょう。で、上に2体ぐらいいておしまいかな。で、5回終了です。報酬いりません。で、まだまだ序盤楽勝です。種とパワーシェイカー使ってまあ楽にクリアしちゃいましょう。しゃ、やっぱこれでね結構楽に倒していけるので、種はちょっとおすすめしておきます。
あと効果範囲が意外と広いからね、この種は。効果範囲の広さがなかなか魅力的です。で、ここでスノーアーマーですね。スノーアーマーで、耐久力を上げていきましょう。で、エンチャントで雪玉ですね、あとあと3に上げましょう。で、ここも特に問題はないと思います。そう難しいこともないね。おお、なんか固まった。危ね。ちょっとラグいんですよね、今回。もうなぜかいつもよりもなんか固まるような気がします。あ、ミスった、ミスった。あそこ段差があった、でも大丈夫です。よし、やで終わりかな。7回クリアでーす。ここ報酬何もいりません。雷の杖いいかなと思って取ったんだけども、俺は別にいらなかった今回は。なしでいいかなと思います。そのね、強いボスもいないし、いいかな。ゲット。やっぱね、ここまだまだ序盤の方はパワーシェイカーが役に立つ。あと下を倒しておしまいですかな。8回クリア。どんどんいきましょう。で、8回の報酬ですね。ここいろいろ取りたいものあるんですけども、俺は愛のメダルが一番無難かなと思います。愛のメダル、確実に3回倒せるってやつで、これはもう間違いないでしょう。あー、そういえばバーストクロスボウ1回も使ってないかも。あ、使ったか。バーストクロスボウ使ってねえな。そんなにね、出番はないですね。ここまで出番あるんで、クリーパー処理にはねちょっと使うかもしれないですけども、まあ種とかそういうのがあるので別に大丈夫なんですよね。はい。で、ここは両刃物を取ってください。で、エンチャント、あ、入れるの忘れてたね。雪玉は必ず入れるようにしましょう。で、エーリでいいです。エーリ、もともとの火力が、20% 上がりますので、まあ若干なりとも戦いやすくなると思います。で、ここ、できるだけ落としてやりたいね。運が良かったら4、5体こっちに落ちてくれます。オッケー、ナイスー。よっしゃ。んで、あとは、2、3体で倒しておしまいかな。あ、1体だった。終わりー。今回ボスがね、出てくるのが意外と遅めです。ここ何もいりません。このまま進んでください。ヌスッともいいかなと思うんだけども、まあ、いいかな。今回は強いですよ。強いんだけども今回はいいでしょう。 OK。 よし、愛のメダル。クリーパーがね意外と多いけども、まあまあまあ、スノーアーマーの耐久力があれば耐えれるとは思います。で、あと上にクリーパーが1体いたよね。終わりか。はい、11回終了。ここは何もいりません。いきまーす。まだまだ全然余裕ですね。 OK。 やっぱりね、おう、まあ、何回も言いますが、矢が出るやたら出る。なんでしょうね、今回。なんかちょっと仕様が変わったのかな。できることなら、報酬でね、コモンスキルもうちょっと出るようにしてください。
じゃないとちょっと欲しいやつがね出ない。うん、まあ、一番出やすいのは霊気かな。うん、当たりというのは霊気、霊気3、それがねクールダウンとかねポーションバリアがもうちょっと入るようになればいいんだけど、ほぼほぼいませんね。ここでドラです。種と変えていってください。ふわーっといきましょう。ふわーっとね、よし。若干敵は多くなる感じかな。でもまあまあそんなに強くはないので気にはならないと思います。よし、あと上を何体か倒しておしまいですね。しゃ、終わり。13回クリアです。本当ね序盤は楽勝なんで中盤にかけてね気楽に行きましょう。いりません。んで、14回の商人ですね。ここでスノーアーマーを上げていきましょう。まあ後々変えるんだけども、ここのボスでねスノーアーマーの、強化版がないとちょっときついです。うん、なので一応取った方がいいと思います。で、エーリを3まで上げときましょう。そうするといいですね。で、プレステ版は、右の方からですね。あ、左か、こっち。ロビの方から倒しましょう。OK。エンダーマンは後から。ですね。まずはロビからね、倒した方が断然お得だと思います。もうちょい。はい、で武器を変えましょう。ボーンクラブです。これ最後まで使います。でエンチャントですけども、とりあえず火属性とクリティカルですね。でここはガードストライクでもいいし雷でもいいと思います。どっちでもいい。これはガードストライクの方を、入れてますね。うん、やっぱり18回から若干敵が多くなるのでガードストライクがちょっと安定するかなと、うん、思います。まあそこまで気にすることもないかもしれないですね。そこまで気にすることはないかもしれないけども、一応続けてるという感じですね。敵を倒した後2秒間だけダメージ軽減がつくので予告なんですよね。よし、16回おしまいです。でここでね、魂のクロスボウを入れていくと結構いいと思います。これのこれ流れ込む魂ですね。1でいいです。流れ込む魂1でいいので入れておいてください。はい、行きましょう。やっぱり、ね、敵を倒すごとに 4% HP が回復するので全然違うんですよね、安定感が。なので、入れておくことをお勧めします。ここも特に問題ないですね。よし、回復する。本当にめちゃ回復する。でこのボーンクラブね、で間違いない。本当にタワーでタワーでこの武器間違いないです。であと1回か。よし、 OK、 終わりか。で17回終了。でここで防具をスケールメイルに変えていきましょう。
スケールメールは耐久力も攻撃力も上がるのでかなりお得ですね。エンチャントは雪玉、とりあえずこれ入れとくだけで OK です。でね、18回こっから若干難しくなる、うん、若干ね。で、できるだけエンチャンターは、先に倒すようにしましょう。できる限り、うん、の方がいいですね。あ、ミスったミスった。よし、 OK。 うん、こっち倒しとこうか。こっちまで来そうな気がする。 OK。でパワーシェイカーもあれね、ダメージ少ないんだけども、まあ若干ないとねダメージアップはするので。 OK。 まあそこそこ敵は多めなんですけども、クリアですね。やっぱスケールメールプラスボーンクラブの火力で、まあ、ゴリ押しが効く感じです。で、ここでアップドラフトを取ります。パワーシェイカーがもう火力がないので、パワーシェイカーとアップドラフト変えてください。で、ここ、ミスった!3 体に当たるように、愛のメダルを使うといいですと言おうとしたところを思いっきりミスった。オッケーじゃない、全然オッケーじゃなかった。何かとミスってな。よし、でこっちにも敵がいるので倒していきましょう。いった、あぶねえ。エンチャントさせると結構面倒になるので注意ですね。よし、終わり。19回終了。難しいって言っても、まあそうでもないっちゃそうでもないんですけどね。はい、何もいりません。で、ここがね、風使いが面倒です。あ、ガードストライクを多めに入れますね。風使いが面倒なので、それをどう倒すかっていうのが、ちょっと問題になるかな。とにかく多いので、せめて2体ぐらい片付けることができれば OK。 だいぶ変わります。こんだけ倒せれば OK です。ちょっと待って、変なところに行き過ぎ。よし、終わりかな。いや、まだいる。あ、そんなところかい。ぶっ飛んでたね。で、20回終了。キノコ欲しいけどいりません。そのまま行きましょう。で、ここの商人で、ボーンクラブをあげます。今回はボーンクラブが最後まで使う感じですね。で、ボス、まあ、普通に倒しちゃってください。ドラとアップドラフトを使って、あとは叩くだけですね。あー、固まった。なんで？もう思いっきり固まったわ。本当に思いっきり固まっちゃいましたね。はい、終わり。今の固まり方ちょっとえぐかったね。長かった。はい、で、ここでもうそのまま行ってもいいのよ。そのまま行ってもいいけども、コグクロスを取った方が、こっから敵が多くなるので、お得感がありますかね。で、エンチャントは、マルチ、テンポ、虚無を111入れると、とりあえず OK だと思います。まあ、マルチは入れなくてもいいかな。うん、テンポと虚無は入れた方がいいですね。よし。パワーレースのね、攻撃がなかなかえぐいので、これ注意しましょう。危ね。
しゃ、ここも敵が多いんだ。変なとこに湧くときもあるしね。よし、オッケー。倒していって、いや下から行こう。これね、打ち逃していくとちょっと時間かかっちゃうので、できる限り打ち漏らさずね、出るたびに倒していきたい。よっしゃ、よし、終わりかな、これで多分いけてるはず。よし、オッケー。はい、でここで防具変えます。闇のアーマーですね。攻撃力はないんですけども、耐久力抜群です。そしてクールダウンがついてるので、すごくいいですね。でプラス、何度かやられたっていう人はライフブースト、そうでもない人は、最後の叫びを入れてください。ちょっとプラストゲですね、トゲもあるとなしとじゃダメージが若干変わってくるので、エンチャントポイントが余ってるならば、まあ優先的に入れてあげたいところですね。 OK、 マグマキューブの攻撃力が結構あるから、ですけども、まあさっき、防具を変えたばっかりなので、そこまで注意することもねえか。でここも敵多いです。おい、固まる。よし、おい、固まるなって。終わりかな多分。よし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 、わかりづらい。で、ここは何もいりません。そのまんま行ってください。あ、でここもね多いのよ敵が。ずっと湧くで、最後にここに、エンチャンターが1体湧くんですよ。それが湧くまではここで戦って OK です。それまではここで戦いましょう。あとあとね、戻ってくるのが結構面倒になるので、最初から倒していった方がいいですね、湧いたところを。よし、まだまだ出ます。もっとね、こう、まとめて湧いてくれたらいいんだけど、OK、そのための防音クラブなんだよな。広範囲に一気に敵を倒せるっていう。で、次でおしまいかな。OK。危ない。あそこのエンチャンターを倒したら、先に進んで OK です。なんか変な動きしてんな、僕のやつが。OK。あぶね。よし。いいんじゃない？なんかね、ちょっと変なところに入り込んじゃったやつがいる気がする。よし、絶対倒してないよな。終わり？おー、よかった、奥の方まで行かなくてよかった。25回クリアです。カトラス強いんですけども、取りません。個人的には取りたいだけども、攻略するにあたってはない方でいいかな。27階の、レイスがいっぱい出るところ、あそこがね、あ、置いた。ボーンクラブで行った方がお得なんですよ、落とせるんで。なんでこっちの方を使ってます。火力はね、向こうの方が出るとは思う。やっぱり旋風衝撃波のやつはめちゃくちゃダメージ出るんでいいんだよね。いっけ、ナイス。いや倒しきれてないじゃん。倒しきれてねえよ。
はい、26回クリア。次に行きまーす。何もいりません。で、これレース多いです。できる限りこのね、下に落としてあげるとちょっとお得になります。レースは落としてあげる。まあ落とさずとも全然火力高いんで倒せるんだけど。危ない。よし、はい、これなんか効かないんだね。レースはね、どこ、こっちで、あっちにクリーパーが 2,3 体いる感じだね。17回終了。まあまあ何体か落とせるのでお得ですね。で、アップドラフトの賞を新しくしていきましょう。で、最後の商人ですね。ここは武器でいいと思います。ボーンクラブを骨コンボに変えます。で、いきますね。ポイントは余ってるんだけども、まあ、別に入れることもないかなと思います。今のエンチャントで十分なんだけどね。でもまあ入れるとするならば、まあ、トゲとガードストライク3でいいじゃないですか。 OK、 こいつが仲間になってくれるとちょっと嬉しい。攻撃するときにあのシャンシャンシャンっていうのが気持ちいいよね。ナイス。最後の回だからね、敵が多いかと思いきやそうでもない。よし、終わり。エンダーマイトか最後は。よし、はい、29回終了です。何もいりません。で、ボス、伸びですね。速攻で倒せます。ドラを使って行きましょう。よし、あ、おお、外してる外してる。終わり。はい、ということで27分ぐらいだったね。うん、まあ説明せずに黙々とやれば25分台ぐらいではクリアできると思います。はい、報酬頼む。今回まだね、1個もいいのが出てません。まあ、最近ほぼ出ないんだけど、おお微妙だな。1、おお、珍しいね、珍しい。うん、でもこういう稲妻とかね、そういうやつは嬉しいですよね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。